こんにちは、藤崎かな子です。今日からメインハンター企画ということで、新しい買い方でメインレースを予想していきたいと思います。というわけで、この動画では日曜日の東京メインレーススレイプニルステークスの予想をお届けいたします。今回本命に選んだのはクールミラボーです。東京ダート 2100m 戦では3勝を3着1回という成績を残しており、コースと距離適性が高い馬と評価しました。ダート重賞で実績がない点は気になりますが、このメンバーが相手なら通用すると判断して本命に選びました。続いて対抗に選んだのがカフジオフタゴンです。前走の平安ステークスでは16番人気で4着に善戦しており、いい時期の状態に戻りつつあると言えそうです。レパードステークスを優勝した実績からも、重賞クラスでも戦える力を持ち合わせている馬なので、直線の長い府中の舞台での復活に期待したいと思います。次に3番手評価に選んだのがメイプルリッジです。芝からダート移籍後は 2100m 戦を中心に使われていて、全て馬券圏内に構想しているという点からも距離適性の高い馬と評価しました。差しの展開となれば軽視禁物の存在と言えそうです。続いて4番手評価に選んだのがラノンラスターです。昨年のスレイプニルステークスを優勝しており、コース距離ともに問題のない馬と言えそうです。ただ昨年に比べると今年は少しメンバーが揃った印象なので、4番手で押さえておきたいと思います。次に5番手評価に選んだのがミスティックロアです。初のダート 2100m 戦がハマるかどうかが鍵とはなりそうですが、この馬の客室なら距離延長はプラス材料になると見て、単穴で押さえておきたいと思います。最後に穴馬に選んだのがリチュアルです。前走のブリリアントステークスではクールミラボーの猛追をしのいで2着に粘ったレース内容を評価しました。今回も前が止まらない展開となれば再び上位争いに食い込む可能性に期待して穴馬に選びました。今回は馬連フォーメーションで1列目2列目にクールミラボー、カフジオフタゴンの2頭を選びました。そして2列目にメイプルリッジ、ダノンラスター、ミスティックロア、リチュアル、こちらの4頭を追加した馬連9点で的中を狙いたいと思います。